はい、どうもさん、こんにちは、TVOJ です。ブラックです。ということで、今回はなんとですね、eFootballのですね、最新情報について、更新されてたんで、ちょっと見ていきましょう。eFootball、ついにモバイルの操作方法の紹介、これが来ております。クラシックの部分と、タッチフリックアドバンスですね。はい、アドバンスの部分あるんで、まあ、前半クラシックの部分、後半アドバンスの部分、紹介していければ。はい、まずオフェンス、eFootballの家庭用版にもあるチョップタッチ、こんな感じでね、動画とかもあるんで、ダッシュドリブル中に左側をフリック、することによってこの、ちょっとねバーストに近いんだけどみたいな、動きだよねこれは。だまあなんか今までのアプリでなんかめっちゃできなかったかっていうとそういうわけでもないんだけど、できたことなんだ。ただまあなんか結構こういうね、チョップタッチっていうのが、入ってますと。インパクトパスですよ。まあこれですよね、信用する。うん、やっぱね、このインパクト、まあいろんな種類あります。グランダーパスのインパクト、はい、フライパスのインパクト、クロスのインパクト。インパクトパスってのはどういうことかっていうと、普通のキックよりも強く、バシッと、鋭い感じのパスだったり、クロスだったり、フライパスだったりが、蹴れると。はい、いうことで、まずはインパクトパス、見ていきましょう。こんな感じ。これゲージついてますやん。ゲージがなんとついてます。ついにで、インパクトパスっていうのは、普通にパスボタンを左にフリックするだけで、インパクトで、だいぶ家庭用版より簡単に、いや、なってますよね。インパクトパス蹴れますね。簡単ですね。まあ、インパクトもそうなんだけど、今までさ、5年2017から始まって、ゲージなかったけど、入ったね。ついに、このゲージの部分も。まあ、次、フライパスですね。フライパスも、フライパス逆、右側にフリックすることによって、こう飛んでいくと。あんまりこれは家庭用までは使わないですけどね、インパクトフライパス、そんなに。タイミングが結構シビアなんで、これ結構蹴るとき、見てほしいんですけど、結構ね、蹴り出さないんですよ。モーションがでかいんで。モーションがでかくなっちゃうんで、その間にガッて詰められて、取られちゃったりする可能性もあるんだけど、やっぱね、鋭さは半端じゃないね。次が、インパクトスルーパス。通常のスルーパスでも高速になる。あんまり使ってる人見たことないけどな、家庭用版で。これがどういう操作か。これ多分、スルーパスフリックだと思いますね。今までの感じだと。このスルーパスをフリック左にフリックすると。簡単やな、それ。でもこれあれだね、この左側にさ、パスの方向のところにスライドしてるけど、それもやっぱ、そうだね、あるんだね、方向を指し示してるんだね、これ。そしてインパクトフライスルーパス、これもありますよと。はいはいはい、だからフライのスルーパスだね。だから右側だと思うね、多分方向指定して右にフリック。そうすると鋭い、なるほどなるほど、鋭い感じのやつが、ふえっ。そしてこれ強いね、インパクトクロスはね。インパクトクロス、はいはい、速いクロスね。これでチョップタッチ使ってたね今ね、ちょっとボーンみたいな二重の線が出てました ね。これは強そうだね。これは強そう、普通に。そしてインパクトグランダークロスですね。あ、これも強いって聞くよ、本当に。速い、低い球で速い。これは今度この左側にフリックして、次はインパクトシュートですよね。シュートね、クラシックのインパクトシュートどうなってるのかというと、まずはこう方向を指定してからシュート左。なるほど。シュート左にフリックする、方向を指定してから。そうするとインパクトボーンみたいな。これね、インパクト簡単だな、これ。いや、相当入力簡単だよ、覚えれば。もうこれ家庭用版でちょっとタイミング合わせるの難しいんですよね、なんか一緒に合わせないと結構難しいみたいな。インパクト打とうと思ってインパクト出ない時あるんですけどね。で、まあ、インパクト結構これで終了。はいはいはい、はい、次はですね、ボディーコンタクト、これもありますよ。まあ、寄せてくるディフェンダーからボールを守ると。あんまり使ってやつ、これもね、あんま家庭用版だとね使う人いないんですけど、ダッシュを押してダッシュドリブル中に左側をダブルタップ。なるほどね。これね、強いと思うんだけど、家庭用版だとちょっとめんどくさいんで、多分操作がめんどくさいというか、あんま慣れてないんで。ただこの感じだとアプリだと結構使えそうな気がするよね。ガッと寄せてきた時にただタップすればいいだけだから、マストになりそうな気するな。パス&クロスランですね。新要素だね。これは要するに縦に今までワンツーとか走ってたんだけど、それを要するに横に走る、いう要素ですね。これも結構面白い要素になってます。やり方としては、パスを入力後に左側素早く引いてから、それだけだと。だ、今までだったら縦だったよね、確か。フリックこれも見てほしいんですけど、やっぱゲージ出てますね。あれ、これ結構あれだね、ウィリアプリじゃねえか、あのeFootballアプリだと使えそうだな、これも。そしてディフェンス、はいはい、今まではちょっと攻撃側だったけど、ディフェンスマッチアップですね、はい、マッチアップのやり方はプレスをしつつ、プレスをだからこう
右か左にスライドすると、うん、出てくる。これをスライド、はいはいはい、するとこう二重になると。ああなるほど。そうするとマッチアップになってるってことだね。これマッチアップ中だとパスとかシュートをこう足出してブロックしてくれるんですよ ね。今作の、まあ、家庭用版でもそうですけど大切な、まあ必須ですね、守備のポイントということ、はい、これも操作自体はすごい簡単ですね。簡単になってますね、はい、そして次はショルダーチャージ。あんまりね家庭用版ではショルダーチャージ使いませんけど、これどうなってるか。左側をダブルタップ、左側ダブルタップ、ダブルタップするとグンと、まあどけと。これどうなんだろう、競り合ったら強そうだけどね。うん、まあなんか意図的に使えたらすごい強そうだけど、まあ、でも簡単だよね。左側をただダブルタップするだけ、うん、でチームプレスですね。これよう使う。これがですね新しく導入されたチーム全体でボールを奪いに行く操作。まずプレスを上に、上にスライドなんだ。そうするとほらこう矢印を追ってるやつがいるよね、はい、っていう感じで取れると。まあ、これはこれ見てほしいんですけど、このチームプレスの寄せ方ね、みんなで行くんだよね、激しいね。この二重矢印の人もこう追ってきて、ただこれね自動ですね。そうだね、行き先とかはあのもう勝手にやってくれるんで、うん、こっちがいろいろ指定することはできないんだけど、だ、いやこれはこれですよ、この追い方結構前からできるんじゃないこれね結構守備、これもやっぱ大切。オフェンスですね。2021から変更された操作。なるほど。まず停止ですね。停止ね。停止の動き。これが、こういうね、キュッと止まる。左側ダブルタップ。うん。これ、まあでも簡単だよな。めちゃめちゃ簡単でしょ。これもうね、トラップするときに、ここ2回押すと。そうすると、このなんかダボついてたのがキュッと止まります。このでもずれ方してるからな。結構これ、細かく使っていくと強いと思う。次はねフライパスのやり方、これも変わってるらしいと、ね、いつもこれがちょっと方向して上にフリック、パスをフリックで上か下だね。上だったら上方向に蹴る、なるほどなるほどなるほど、下だったら多分下方向にフライパス蹴るのかな。はいはいはい、オッケー。まあ、これはねやっぱ使うと思うよ、かなり、うん、多いだろうね活用する。そしてフライスルーパス、はい、これも、ちょっと変わってます。フラパね、これね普通のただのフラッパです、はい、インパクトじゃないよ、スッとやってから、フリック。これ2段階あるんだ、方向だね。だから、うん、あだから多分この左のスライドでゲージが出てるんだと思う。あーなるほどなるほど、うん、左のスライドでゲージを出して、なるほどね、ゲージ出しますここで、はい、そしてはい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 、はい、ボタンを押す時もフリックみたいな。ゲージがついに入ったか、本当にそう、これ入ってなかったからな。ただこれキャンセルできるのか、それがね重要。パスキャンある、これパスキャン入ってほしいけど、ね、ゲージあるんだったらパスキャン入れろよっていう、はい、じゃなくて意味ねえからな、うん、そして最後クラシッククロス、普通のクロスですね。これは多分、これでね入力入れて、このゲージの入力が下に入って、いやー、ね、てか今までのクロスもさもう一定だったじゃん、うん、ゲージ入るとこれだけちょっと操作増えるけど面白い。多分だけどこれパスこれやるじゃん、うん、スッてやるだけだとパス死んでんじゃねえ。だボタンを押したら確定で、なるほど、もしスッてやってるだけだと何も起きずに、それが要するにパスキャン、ただのパスキャンになる、キャンセル、うん、それになる可能性があるね。確かに、要するにボタンをこう最後にフリックしてパスとかスルーパスとかのボタンを押してるけ ど、それを押さなければ何も起こらない。そして次はですねアドバンス、結構アドバンスやってる人も多いからね。いやー多い、俺もアドバンスだしボタン式じゃないから、これねこっちもちょっと見ていきましょう、はい、こっちの、バージョンは、これね普通に、まずチョップタッチのやり方は右側を押したまま左側を蹴り出す方向にフリック。なるほど、もう右押しっぱで左をこうフリックすれば、はい、もうあのバーストみたいな感じになるで、ね、アドバンスは直感操作みたいな感じになってるからね。こういうのがでもこれなんかやりやすそうだな。これもちょっとおめえな、ちょっとまあでもなんかでもなんか PSO とか PS5 に似てるわ、似てるよね動きね。で次インパクト系のやつです。アドバンスのインパクト系はどうやってやるのか見ていきましょう、はいはいはい、左側を押してすぐに各パス操作、だからポンと押してピュン、
左側をタップしてすぐパス。なるほど。インパクトクロスの読み方、これもだから一緒だと思うね。タップしてポンでしょ、左側をタップしてクリックでしょ、引いてクロスだね。だから今までと一緒だね。あの浮き玉の時にちょっとさ、うん、アドバンスで引いてそうだ、ね、やらないといけないんだけど、ポンと押して左側をちょっと押してすごい直感操作、うん、そしてインパクトシュートはやるやり方どうなるのか、左側をタップしてシュート、左側をタップした直後に右側をタップして狙う位置を決める。なるほど。あの要するに左側タップ、右側タップ、フリックだね。あ、うん、ちょっと入るかな、手間ちょっと手間多いな。これはちょっと手間あるかな、うん、3工程あるから、うん、左タップ、右タップ、まあ慣れればいけんのか、左右、うん、これぐらい距離打つまでに距離があるんだったらいいけどっていう感じだね。うん、っていうところです。そして、ボディーコンタクト、これさっきもありましたけど、守るときどうするのか、相手が近づいてきたらダブルタップみたいな。こうやって見るとこれ強そうに見えるな、ボディーコンタクト。かなり、うん、使ってないけどな。どうですか。いや、あんま使わないですよね、 PSO とかだと。これただね、これね、なんていうのかな、あるあるだけど、この要するにここまで突っ込まないっていうかね、まあまあまあ、ミッションで囲めるから、まあそうだねそうだから、まあそういうところの駆け引きあるんですよ。はい、じゃあ次、パス&クロスラン、これどうするのか。パス出して、パスを入力後に引いてからフリックだね。これで入るんだ。引いてからフリック。はぁ。いい。まあ、これはね、サイドの選手を中に入れるっていう意味でも多分使うだろうね。うん、ディフェンス、ダッシュ移動とマッチアップですね。はい、一回下がって。移動中に右側を長押しだね。右側を長押しすれば多分移動して、右側を長押しで移動すればマッチアップになってくれるんだね。マッチアップやりやすいの、これ。マッチアップはやりやすい、アドバンスすごい。そうだね、うん、だってただ移動中に右側をずっと押しっぱにしとけば、うん、マッチアップになってくれるからね。いいね。そしてショルダーチャージ、はい、体ぶつけるやつね。左側もただダブルタップすると、いけ、これ強いんかな、どうなんだ。まあ、ダブルタッチとされると結構厳しいです。そうだね。そしてチームプレス、はいはい、チームプレスのやり方はこう右側を押したままスライドすると矢印が出てくる、はいはい、結構これはなんかあんま変わらないような、プレシジと同じような感じありますよね。面白いな、なんかすごい早いよプレシジそして、オフェンスの停止の仕方、はい、これね、結構大切。似たような感じなのかな、停止、これどうするのか、タップ、左側タップ、左側ダブルタップ、はい、すると、はい、止まります。そうそうだね、プレス、こっち側のフリックプレス、右側の長押しで、はい、こんなんあったっけ。これ何ですか、プレスというのがあります。こんなさっきあった。左側を押してる場合はダッシュアップで、だからこれ自動なんかな、あこれ自動だと思うね、これ二重の出てるやつ。なるほどね。新要素めっちゃ来たね。は相当来てる。てかフットボの家庭用版の操作ほぼ来たか。いや全部入ってますよ。確認が取れてないのがシューキャンができるのかとかぐらいですけど、あとパスキャン、まあスパキャン、スパキャンもある。全然操作面では、入ってきてる家庭用版の操作と、しかもなんか家庭用版の操作よりなんかやりやすそうな感じ、うん、動きはちょっとまあモッサリンコはしてるんだけどただでもなんか非常に駆け引き、ドリブルモサモサやったけど、ドリブルはなんかすごいしやすそうだよね。停止とかでやつもグッとか変えられたりとか、まあ、あとはやっぱりなんていうのパスゲージじゃん、入ってるからね。ついに入ったからね。これはちょっと非常にまた面白くなってそうだなということで、うんうん、ぜひ皆さんもホームページの方でね、確認してもらえればなということで、はい、この動画を見てくれてチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。とショーセッポー